動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク、今週は京都競馬場で行われますエリザベス女王杯の展望を日本の編集部より行っていきたいと思います。出演者の紹介です。競馬ブック調教班の安中トラックマンです。安中さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。進行は同じく競馬ブック調教班の唐島です。よろしくお願いします。ということで、同じ調教班ですごくよく仕事を一緒にするんですけど、はい、実は動画上でコンビ組むのは初めてなんです、はい、なんとなくリハーサルあたりの時にそうかなって思ってたら、やっぱ実際にそうだったそうだね、初めてなんです、はい、ということで、まあ、こちらも結構楽しみにしてますが、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、エリザベス女王杯なんですけれども、はい、安中さん、このメンバーをざっと見渡してどういう風なイメージを持っていらっしゃいますか？秋華賞組いないっていうね、もう、はい、そうですね、例年にないパターンなんで、うん、3歳1頭のデガレイラが主役であるのは間違いないと思うので、うんうん、はい、まあ、そういうの扱い方かなっていうのがまずね、うん、スタートして、でデガレイラ以外本命の方は、まあ、それなりに根拠がいい爆戦、うん、検索戦があるのかなって思ってますけどもね、うんうん、はいはい、ということで、まあ、そういう感じのエリザベス女王杯なんですが、安中さんの印なんですけれども、本命がその7番のレガレイラ、対抗が5番のモリアーナ、黒三角がなくて3番手評価、二重三角が16番のラベル、以下白三角が2番ライラック、14番ハーパー、13番サリエラ、11番のスタニングローズという印になっていますが、はい、やっぱりレガレイラ中心ですか？そうですね、今年のクラシック路線を歩いてきたレガレイラはホープフルステークスを勝ったことによって、まあ、お得馬相手に挑んできたんですけども、はい、まあ、結果6着5着で皐月賞ダービーと馬券圏内には絡まなかったんですけど、はい、振り返ると皐月賞もダービーも基本的に前とイン優位の競馬だったんで、ちょっとこの馬の客室とはちょっと合わなかったかなという内容の中で掲示板前後なんでね。で、今年のボバルクラシック菊花賞がアーバンシックもまあ同じようなタイプだったんですよね、はい、ソルマが菊花賞を買ってセントラリット記念連勝したのがアーバンシック、そして神戸新聞杯も結局クラシック出走組が1か3着なんで、はい、今年は夏長今全く通用しなかったということを考えると、王道を歩んできては単純に強いよというのが考え方なんですよね、はい、ローズステークスなんかはもう中京 2000m にありがちな完全な前の声の競馬になったんで、はい、まあ割最速の5着だったらまあ指導戦としては悪くなかったかなと。今回陣営の話もちょっと出てるんですけど、さすがにいつものような極端なレースはしないんじゃないかなと、はい、メメ歴史もそれ分かって乗ると思うんで、メンバーを見てもそれなりに先行馬揃って末脚をね存分に発揮できるんじゃないかなと、うん、スタートが遅くて後方からなんで、ちょっとその辺がやっぱり単勝でドンと行くとか馬単という信頼ではないんですけど、やっぱり強い馬が3歳馬でアドバンテージ金量2キロもあるんで、普通に回ってくればやっぱこの馬が軸なんじゃないかなって考え方ですね、はい、まあ、ちなみに今週、まあ、南ウッドで追い切られましたけれども、はい、その辺の具合だったり、はい、まあね、前走はね正直ちょっと周囲下げてたのが僕はやっぱりちょっと余裕残しの仕上がりなんじゃないかなと思ったんで、はい、今回のがはっきり弾むような動きが戻ってきたんで、状態自体も秋翔戦のローズステークスよりは上がってるかなと思いますね。その点もいいと思います、はい、ホープスルーステークスの背足が出せば、はい、ここでも、ね、はい、勝ち切るかというところだと思いますね、はい、続きまして対抗が5番のモリアーナ。この馬の成績ちょっと見てきて、はい、母の父がダイヤメジャーでちょっと気象も前向きなんでマイラーっぽいなと思ったんですけども、はい、改めて思うとこの馬が個人的に強いなと思ったのが開幕週で直線一騎を決めたシオンステークスと、はい、今年の不良馬場のアメリカジョッキークラブカップ4着で、あれこれは意外と周りの一戦級に入ると実はちょっとスピード足らないんじゃないかなということで、今回相手の馬ね6頭つけたのは基本的に長めの距離の実績を重視したんですけども、まあその中でモリアーナがちょっと一番相手として面白いかなと。前走のね府中牝馬ステークスも一度使って状態上がっているのと、結構乗り難しい馬なんで、はい、岩田康成騎手が連続騎乗できるのもいいんで、うん、ちょっとこの馬をね相手としてはピックアップしたいかなと思いましたね、はい、結構ねずっとこう上位人気に押されながらもこう結果がっていう感じでしたけれども、うん、だから結構 G1 の今回緩みな流れっていうのは僕はいいんじゃないかなと思ってね、うんうん、この馬の一変っていうのはちょっと怖いかなと思ってますね、はい、ちなみにこの馬も動きとの関係、はい、ま、これはもうちょっと調整の難しさがあって、やっぱ折り合いとか気をつけなきゃいけないんで、やっぱり調教を一回できれば若干仕上がりきんないところがあるかなと思ってるんで、これも前回はね、うん、あのレガレイヤーと同様に状態が上がってると思いますね、うんうん、はい、続きまして3番手が16番のラベルで、まあ、この辺もちょっと人気はそこまでしないかなっていう気がします。そうですね、まあ、ちょっと4歳になって折り合いの難しさを見せていたんですけども、はい、前走のオクトーバーステークスは
東京芝 2000m の縦長の平均ペースで後ろからの組ノーチャンスと考えると0秒5差の復調会内容的には良かったかなと。まあ折り合いがね今までよりスムーズだったんでね、だいぶ復調気配はあるかなと。周りとすれば左前のがいいのかもしれないんですけども、ずっと外を回った今年の京都記念で男を巻いて2着してますし、オークスなんかもね一旦先頭で見せば十分に4着なんで、今回川田ジョッキーが空いていたという感じもするので、鞍上込みで魅力があるのでピンソロ成績は物足りないんですけども、そろそろレース分に復調気配あって一発があるんじゃないかなと思ってね、3番手にしたんですけどもね、はい、続きまして白三角の一番上が2番のライラックですね、はい、はい、これもちょっとね4回連続2桁着順で狙いづらいところはあるんですけども、昨年のエリザベス女王杯が4着で、この時はもう基本内回った組が上位占める中外を追い上げて4着上がり最速だったんですよね、はい、この馬の場合やっぱり過去のレースぶり見るとちょっとスムーズさを欠くようなところがあるとすぐやめてしまうような感じがするので、舞台とすると京都 2200m ちょっとね枠が落ちすぎるかなという気がするんですけども、ばらきやすい展開になればちょっと侮れない馬じゃないかなと。調教の動きも前走に比べるとはっきり良くなって、ちょっと前走はね動きそのものは良かったんですけど、やっぱレース当日18競走だったんで、やっぱその辺ちょっと影響あったかなって感じがするんで、これはちょっと成績的にはちょっと狙いづらいんですけども、怖いとかなと思ってますね。ライラックね、結構エリザベス女王杯で結構構想をよくする。そうなんですね。まあ、特殊な舞台ではあるので、そういうのは怖いですよね。はい。続きまして、14番のハーパー。はい。これは昨年のエリザベス女王杯3着馬なんですよね。はい、まあ、その後、不振が続くんですけども、はい、やっぱりこの馬の場合は、エリザベス女王杯の有馬記念で馬体が減ってしまって、はい、ずーっとビクトリアマイルまで、はい、そうですね、細いような体で走っていたので、はいはい、これはもう単純に体調が整っていなかったかなと。で、前走の府中牝馬ステークスは馬体を20キロ増やして15着なんですけども、これは1回体自体は戻ったけど結局気持ちの問題なのかなと、そういう意味ではチークからブリンカーに変えるというこの一点に望みを託すのは逆にとありなのかなと。もともとはすごい堅実レースが上手で、はい、竹豊騎手も続けて乗るので、はい、ちょっとブリンカーで、うん、まあ思い切って前か極端に後ろ行くとかそういう作戦を取った時にはちょっと怖いかなということなんでね、まあライラックを評価する以上は同じリピーターのジューマもハーパーもバグを工夫してきたというね望みがありますんで、ちょっと終始回しましたね、本当に本来の能力さえ出せればっていう感じのね、ところありますね、はい、続きまして13番のサリエラ、こちらはどうですか、はい、これもここ2戦天皇賞とオールカマーが心配になる12着の負け方なので、これもちょっと範囲がわからないんですよ正直話す。ただ今回ハンド調教にあってで直前工夫してきたのと、やっぱりダイヤモンドステークスで帝王ロイヤル首差2着なんで、今年に走ったパフォーマンスの中ではダイヤモンドステークスが一番高いと思うんですよね。エリザベス女王杯昨年6着はもうほぼライラックと同じような競馬をして外から上がり最速で届かずだったんで、昨年6着なんですけども、京都 2200m 自体は僕はとっても合ってると思うので、ムーア騎手で目覚めてくれないかなと、まあ、これもハーパーに近いですね、ちょっと希望的観測、そんなに強い根拠があるわけじゃないんですけども怖い馬かなと思ってますね、はい、そして最後に白三角11番スタニングローズです、はい、前に行く組で何を買おうかなっていうと考えた時にやっぱこの馬の自力かなと。今年のね大阪杯が長い休み明けペースは遅かったんですけども、0秒5差の8着に粘ったので、その後2戦が案外なんですけども、結構今回しっかりと調教を詰めているので、前走のクイーンステークスは僕やっぱりハンド使えなかったことがちょっと影響してるかなと思いますんで、あと結構僕リフレッシュの方がこのまま走る意味がありますんで、うん、前に行く組だったらこの11番スタンディングローズ、まあ、実績自体もね G1 勝ちまではあるんでね上位なので、まあ、見直したいかなと思いますね、はい、注目の買い目は CM の後で。試してほしい11のプレミアム、コースごとの戦歴が見られるコースデータ、データを読み解くことで新しい発見があるかも。知りたいがすぐわかる競馬ブックスマートプレミアム。回目の発表の前にちょっと先週の振り返りを行っていきます、はいはい、先週はアルゼンチン共和国杯を予想しました、はいはい、出演した競馬ブック松本トラックマンが本命サボーナ、勝ち馬の住川トラックマンはミクソロジー本命で、まあ、2人とも単勝勝負だったんですけれども結果は早子が勝利したということで、はい、的中はなりませんでした、はい、はい、ということで中さん、このエリザベス女王杯どのように買いますか、はい、そうですね、7番のレガレイヤを軸にしたんですけれども、はい、ちょっとやっぱ展開に左右されるっていうところがあって、はい、で相手がちょっとね穴っぽいと
とかあげたので、うん、後輩とを見込めるって言って、うん、普段あまり買わないんですけども、うん、三連服一等軸流しで書いたんですね、はい、結構ねあの組み合わせによってはかなり、はい、つくと思いますよ、はいはい、でぜひ参考にしてください、はい、最後に私の方の予想も軽くいきたいと思います、はい、本命はですね12番のシンティレーションにしました。ここ2戦の充実ぶりは本当に素晴らしくて、特に今前走の府中牝馬ステークス戦ってきた、ね、相手なんか考えると、勝った馬は、まあ、去年のエリザベス女王杯勝って、まあ、3から5着馬はビクトリアマイルで、まあ、掲示板にも乗ってた馬なので、前哨戦ではありますけれどもメンバー自体はねむしろ こっちよりも良かったんじゃないかぐらいな感じに思いますんで、はい、そこで2着だったらもうここでも十分勝ち負けになるかなと思いますね。距離はちょっと心配というかそんなに伸びていいタイプではなさそうなんですけれども、以前と比べてしっかりと体力もついてきた感じもするので、充実してる今ならまあこなせるんじゃないかなと思って本命にしました。馬券の買い方はそのシンチレーションから馬連でスタニングローズ新緑化、君の名マリアレガレイラホールネスに流していきたいと思います。はい、ということで、まあちょっと締めの言葉考えてなかったんですけど、まあそうですね、うん、秋競馬もちょうどね、ここから後半戦というか、はい、やっていきますけれども、今のところどうですか、秋競馬とか振り返ってみると。振り返ってみると最初のうち良かったんだけど最近だいぶ馬券噛み合わないんで、ちょっとそろそろこの馬ちゃんと3着塗っとけよとか、はい、抑えとけよって自分に喝を言いながらやっていきたいですね結構自分、はい、自分の話になってしまって申し訳ないんですけど、ぜひ、まあね、競馬盛り上がっていく時期でもありますし、はい、まあ、ちょっと最近気温もちょっと寒くなったので、ね、もう皆さんも先週あたりはちょっと私喉をやられ気味だったんで、はいはい、動画更新でよかったなと思ってます。そうですよね、先週だったら変わってましたね、はい、多分ね、はい、体調にもね気をつけて競馬を楽しんでいただきたいと思います、はい、ということで本日の動画は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。